はい、皆さんこんにちは、赤山翔です。こんにちは、直子です。今日はですね、ニコンのですね、新宿、ね、日光ニコンプラザ東京さんに来ておりましてですね、これから中に入りますので、はい、はい、今ですね、ニコンプラザ東京さんでね、ノベルティープレゼント、ニコールレンズ発売90周年記念ね、SNS キャンペーンっていうのをやってるみたいですね。これ数量限定なので、ね、皆さんね、ちょっと早めに実際行ってですね、どのようにしたらですね、このですね、トートバッグがいただけるかどうかをね、可愛いね、シンプルでいいよ、これね、なんか欲しいよね、これね、これ何のレンズか分かる？それかどのレンズか、上から12時は何？これなんだ、これ F マウントのこれはね、400の3とか600の 5.6、古い、左での特徴的だね。これは1424の1424の2たちやね。ちょっとこれね、今本当この皆さんね、これ即興でやってるんだよね。即興で下調べとかしませんのでね、まあ、私のね、ニコンの知識のなさがね、バレバレなんです。これ何？それは 13mm の 5.6。 ああ、そうなんだ、うん、これは 85? これはなんだろうね、これはね 51.2 だよね、うん、これはね、まあ、絶対に600の 5.6 か、うん、400の 3.5 のどっちか、まあ、ただどっちかとぐらいしか言えない。これは 13mm の 5.6 だね、間違いない、ね、うん、これちっちゃいの分かんないね、うん、そうだね、ちょっと分かりにくい、ね、うん、あとはこれも特徴的じゃない、なんか、うん、これはニコンのそのトスンとしてて、うん、でまあ、これあれ、これはニコンのそのレンズだね。え、ニコンの水中カメラ、あ、これ、うん、あ、そうなの、そう、まあ、でもまあ90周年ということでね、うん、記念すべき年なんですね、これね、かわいいね、これね、うん、アストーリー・イン・エブリー・レンズ、うん、実はね、もらっちゃったのそうなんですよ、これね、今日たまたまね、サービスセンターにね、用事があってきて、はい、このですね、トートバッグをね、いただきました。嬉しいね、これね、これね、うん、本当はね、品川のね、ニコンのグラスが欲しかったんだよね、うん、ニコンミュージアムにね、ニコンミュージアム閉店ありがとうキャンペーンみたいなアンケートに答えるとニコンのグラスがもらえたんだけども、うん、ちょっと品川に行く用事がないんだよね、うん、そうそう、さすがにね、今日ちょっと今雨が降っていて品川までね、足をね、運べなかったですね。あ、これカラーバレーション ZF ね、ZF のカラーバリエーション、うん、懐かしいですね、赤山市、結局カラーバリエーション色変えなかったね。そうそう、今ね ZF で動画撮ってるんですけど、黒いんだけど、ブラックのまんまです ね、 ね、 あんだけ何色にするとかいう動画いっぱい上げといて結局黒のまま、そう、このね、このブルーが良かったのね、本当はね、それかまあこのグリーンかが良かったんだけど、そうだね、ブルー、グリーン、まあ、今でもね、グリーンがいいな、うん、これレッドはニコンダイレクトオリジナル、そうそう、だからもうすでにね、もう、うん、ニコンダイレクトで買っていないので、だからこの5種類の中から選ぶしかない、うん、ZF がね、うん、ZFC がグレーだったから、そうそうそう、 ZFC はね、これに似たような感じの ね、 ね、これよりグレーにしてた、ちょっと明るいグレーだったね、うん、そうそう、うん、で実際今ね、まあ、ZF を自分が今手に持ってるんでね、うん、この新宿のサービスセンターさんの ZF ね、うん、はい、この ZF-GR1 クリップ、うん、今動画撮ってるレンズはこれ何のレンズ、これ、これはねちょっと違う、うん、ニコンではない、うん、メーカーの 20mm の2パチですね、あ、なんか結構安いやつだった、うん、そうそうそう、ビルドロックスさんのね、うん、20mm の 2.8 で、でもこういう撮影するのに 20mm ちょうどいいかもね、そうそう、まあ、パースはパースはつくけどね、結構自撮りとかね、うん、こういう Vlog、 今までの動画と比べて画質がとかあるか、うん、それはちょっと実際ね、大画面で見てみないとわからないけれども、うん、ただスチールで撮ってみた感じではね逆光性能も良かったよ、うーん、コントラストとかどうだろうね、黒が、うん、ね、うん、黒の違いとかあるかな、そうそうそう、どうでしょうね、うん、まあ、あと何これ、こんなハガキがあるんだ、あ、ハガキじゃなかった、チラシでした、うん、プレミアムエクステリア、これ多分技術は多分伸びたんじゃないかな、伸びてるでしょうね、なんか、ね、まだね、まだそんなに行き渡ってない場合があるから、欲しいけど、うん、欲しいけど手に入ってない人がまだね、うん、多々いらっしゃるようで、うん、こんなね、ZF プレミアムエクステリア、これ随分印刷と色が違う、あ、そんなことないか、この背景色がだいぶ明るいのね、この茶色、うん、なるほどね、
今日は特に見るものないですか。見るものないですね、はい、ねえ、85の 1.2 がこの間インスタグラムで結構なんかあの外国人の人がね、うん、反応してくれてる、うん、85の 1.2 はねえ、これはあのやっぱり必要だよね。やっぱこの間でもやっぱり85くらいの大きさだとやっぱし Z9 だバランスが良かったりするね。うん、そうね、うん、うん、85の 1.2 は買ってよかったと思うよ。ただプレナーは買わなかったな、うん、ちょっと焦点距離が仕事にあんまり出番がちょっと少なそうだったかな、うん、ね、あとねこの400の 4.5 がね、うん、1回ここに来て 見せてもらったんだけど、これはね結構いい、これ大評判だね。これはね軽い、これ結構インスタでもねフォロワーさんにすごい大人気なの。そう、7200より軽いんじゃない。そう、7200、いや、まあ、まあ100、400かそのぐらいの多分大きさ。あ、100、400横にある、うん、多分同じぐらいの重量じゃないかな。100、400の方が重い。あ、そう、うん、あ、100、400の方が重たいんだ、うん、多分持った感じ違ったりして、でもそういう感じ、まあでもまあこっちの方がずっしり、うん、カタログ見ればもちろん重量わかるんだけど、まあ、持った感じっていうのもね、ほんとね、100、400の互換の問題なんで一回り太いです。うん、あれこれコントロールリングが変な場所にある。あ、これはね、そうそうそう、これはここ、これあれ、だからフォー、あのこれはまあじゃあ交換、あの入れ替えはできるんだけど、デフォルトで言うとこっちがフォーカスリングで、うん、こっちがコントロールリングなんで、うん、確かにあのまあこれは三脚座のところで手持ちをして、で指が届くところにフォーカスリングがあってっていう感じの設計なのかな。あれでもなんか私の知り合いがこれでピントをやんなきゃいけないからこのレンズ使いにくいってなんか言ってた気がする。気のせい。あ、でも適当なこと言っちゃいけないね。うん、まあでもまあそれはあの望遠レンズによって、ね、ここは回んないんだった、うん、回りそうなデザインで、うん、でもこれは結構軽いので、あの結構人気だよこれ、うん、人気よ、写りもいいし、そうそうそう、でそれで、でこの104、100400ね、100400持ってるけどね、はい、これさこうやって置いた方がいいのか、あれ違うか、あ、いいのかこれ上で、うん、まあ、それはあの落っこちなければ大丈夫ですね、うん、100400、あ、こっちが7200あった7200はまあもう毎日のように使ってる。7200ってさやっぱりさ、うん、大きさの割に重たい。そうだね、結構ね、すごく小さいのに、ね、ガラスも入ってる、めちゃくちゃガラスが詰まってる感じがする、うん、これやっぱりすごい軽いよ、うん、うん、まあ400の 4.5 と、ね、うん、7200どうですか、うん、でも正直7200もね手持ちで撮るにはねちょっと厳しいの、重たいのこれ、うん、ねえ、あとなんか Z9 がね、ファームウェア今現在 4.10 なんだけどね、うんうん、これがねもうちょっと進化してほしいな。そうですね、もうやっぱりそれはぶっちゃけね、 Z9 ユーザーの人はね皆さん思ってらっしゃると思うけど、 Z8 があまりにも進化しすぎてるんでね、うん、それにある程度追いついてほしいなって気がしますね。そうですね、うん、ね、なんかね Z8 にあって Z9 に ない機能がね、うん、ちょっともういくつかあるものね。そうそう、まああのあんまりね言われないかもしれないけど、人物印象調整って前に直子さんが、うん、舞台撮影の時に肌色調整してたじゃん、うん、Z8、うん、であれが Z9 にできるようになると、うん、Z9 と Z8 を同時に使う時にね、うん、あのすごくいいと思うんだよね、うん、でも実は使ってないもん。あ、そうか、あれは使ってる最近、は肌が印象調整じゃない方だったら、じゃあ美肌調整、そう、美肌、それを弱、一番弱いやつで。ああ、じゃあ美肌モードはねやっぱり Z9 にも入ってほしいなってのは、あの、うん、Z8 を併用する場合にはね、うん、そう、あのなんでやめたかって、うん、Z9 と併用してるんで、うん、感じが変わっちゃうんですね、色がね結構変わるんですよ。そう、だからね、一目盛りの変わる範囲が結構大きくて、うん、それがねちょっとね、もうちょっと細かくあのメモリを設定できたらいいなって思ってる。うん、そうだね、うん、まあそういったところでやっぱり Z8 と、うん、あの使用感がね違うってところはね、なるべく合わせてほしいなっていうふうに思いますね。 ね、うん、それはもう前からそう思ってる、やっぱり Z8 が出た時からね、うん、はい、という感じかね。あとは何か見るものはありますか、はい、あ、見るものありますか。特に、うん、結構
これは歩くですか。今ね、うん、すごいのが今 Z8 を買うと、うん、眠りカード応募キャンペーンってなって、そうだね、あのネクストレージの165GB の、うん、あれ PSLC 採用のね、すごくいいカード、耐久性があって寿命がね、うん、あの結構な、そう、あれついてくるキャンペーンやってるんで、買うなら今だと思います。そうそう、ね、Z8 ね高いけれどもね、うん、そういうね今なんかキャンペーンを実施中みたいですね、うん、それは書いてないのかどうかな、うんうん、どっかあの書いてあるかもしれない。そうね、どこ書いてあるかもしれない、うん、Z8 の売り場にあるんじゃない、うん、ね、Z8 どこにあるかな、うん、まあ、この辺は今 Z5 Z5、うん、咳が出る、うん、Z8 はこっちか、それ動画コーナーじゃないか、うん、これは動画コーナー、動画、うん、動画のちょ動画にもちょっとね力入れてるみたいな、ね、うんうん、そうそうそう、動画のね、うん、そうそう、動画セットをした Z、ですね、これグリップもついてますね、これね、すごいね、うん、まあ、こういうのね、もうちょっとよくわからない。これめちゃくちゃ重たそうだね。これここ Z9 だもんね。あ、これは Z9 か。うん。すごいね、ちょっと前傾。すごいね。さすがにこれ持ってみようとは思わない。うん、どこ持っていいのかわかんない。そうだね、これね。でもすごいなんか、まあ、ね、こう動画のセットっていうのは、まあ普段僕たちが使わないから、うん、あんまりね、わからないんで、まあ映像だけね、皆さんご覧ください。うん、まあこういうね、動画の、うん、はい、アクセサリーが実際展示されていますね、はい、これはあ、うん、ギアリングがついてるゴムの、うん、あれをさ、これ、うん、今はこのギア、ここについてるギアリングはこれあのどんな大きさのレンズにも装着できるようにここ外してつけたり外したりできるんですよ、まあ、なんていうのかな、うん、これだと100-400みたいな太いレンズにも、うん、使えるのね。で、私実はこれ、うん、買おうと思ってて、あ、今日ね、この後、うん、あのビッグカメラにあるかどうか分かんないけど、ヨドバシかカメラ、ビッグカメラにちょっと探しに行こうかなと思ってるんですけど、これのなんていうかな、調整できないやつは今もう使ってるんですよね、うんうんうん、あの70-200のズームリングにこの調整できないタイプのこのフォーカスギアリングを巻いてます、うん、そうね、うん、フォーカスギアリング、これを巻くとね、ものすごい手にグリップが良くなって、あの回しやすくなります。軽い力でスルスル回せる、こういうふうに指一本でスルスル回せるんで、うん、うん、本当の用途じゃないんだけど、これあのスチール用途で私はすごく気に入って使ってます。うん、うん、やっぱりね、僕もあの実際直子さんと一緒に仕事をして、うんうん、あの舞台撮影でフォーカスギアリングをつけた70-200を使ってみたんだけど、うん、やっぱりねすごく操作しやすくなるんでね、うん、とてもいいですね。おすすめです。ただこういう入り組んだところは、うんうんうん、あのちょっと出っ張りすぎるので、うん、あっちの本というとあのなんていうの、昔のレンズの再利用品っていうか、うんうん、まあ、Amazon でも新品って言うけれども、あ、フォーカスあのゴムリングね、そう、フォーカスゴムリング、普通のゴムリング、うん、こういう、うん、あれはね僕がよくやってるけどね、皆さんどうしてああいうの手に入れたんかなっていうふうに思われるかもしれないけど、本当ジャンク品から外したり、はい、いろいろやってるんでね、あれは普通ね手に入りにくいんでね、なかなか説明がしにくい。そうだからカメラ の,、うん、あのジャンクコーナーの300円とかで売ってるレンズをゴム目当てで買って、うん、それもいいかもしれない、うん、あとヤフオクとかにね、そうそう、ヤフオクとか、あのカビが生えてるような、そうそう、まあ、カビが生えてるってのはカビの、ね、菌を持って帰っちゃうからよくないんだけど、まあ、でも、まあ、でもそういうのゴム用に買ってもいいかもしれない、ね、うん、で実際ね洗濯をしてね、そうそうそう、あの使えばいいので、うんうん、あとはなんかせっかく来たんだけどね、やっぱり望遠レンズかな、やっぱりね、そうね、望遠レンズがやっぱりね、あのすごくインスタでね、あの、うん、海外のねフォロワーさんにすごい大人気なんで、やっぱり望遠レンズをね見てみましょうかね。でさっきは 400mm の 4.5 だったけれども、うん、これはね600の 6.3、うん、ね、600の 6.3、めちゃ半後、これも軽いで、
ね、これもねやっぱりね、180-600が出た後に出たんで、ちょっとなんかこう僕たちの仲間内の中では親ってまあいいのかな、まあいいんだろうけどどうなのかなっていう風なね感想だったんだけど、でも実際ね、これシャープでとてもいいですね、これね。ね、800-6.3の方が800ミリって焦点距離で魅力かなって思うけど、やっぱり600は600ですからね、やっぱり600ミリね、こういったレンズがねニッコール Z で揃ったってのはねすごくユーザーとしては嬉しいと思う、うん、まあただ値段はねやっぱり本格的な値段なんで、はい、安くはない。これ高いんだね。そう、79万2000円もするの。そう、ニコンダイレクト、ニコンダイレクトの価格はね軽いのに、でそれ800ミリが80、ね、何万円なんでね。あ、そんなレンズ買ったの。あ、これ96万、これ値上がりしたんか。あ、そっか、うん、96万いくら今はね、ニコンダイレクトの価格ですよ、うんうん、実売はねもうちょっと安いんですけど、うん、そうだから600ミリと800ミリがこれは PF レンズね、PF レンズだから軽量に作られているという。で 180-600mm、ね、これはね結構ツイッターのスペースの仲間でも結構話題になってる。180-600のこれは何、ね、焦点距離はねめちゃくちゃ私もね魅力的に感じるんだけど、うん、いかんせんちょっと600にした時に暗くて、どうしてもね舞台を撮ったりするときはね、うん、もうちょっと明るいレンズがいいよね、うん、100-400でもちょっと暗くてね、うん、うぐぐって感じだから、うん、そうそうそう、はい、であとはここに 600mm があるけども、うん、600mm の4ですね。これはテレコンバーターを内蔵 1.4 倍、うんね、内蔵だから840mm の 5.6 になるかな、ね、これワンタッチでレバーアクションだけで、レバーアクションだけで変わりますね、うん、はい、このレバーのが重くないのがいいね、うん、軽いね、そうそうそう、うん、はい、はい、そんなような感じで望遠レンズ、ね、400-2.8 もありましたね、うん、はい、まあ、あとは ZFC をちょっとだけ見てみようか、うん、ZFC を見てみようか。 ZFC のカラーバレーション、はい、左です、はい、カラーバレーション、そう、私さっきびっくりしちゃったの、何色かがね終わっちゃってるんだよね、うん、ウォールナットブラウン、うん、あとオリーブグリーン、うん、ね、あとこれは何、あ、このマスタードイエローっていうのは、そうだから、これはZF にはない色だね、これ黄色、そうね、ね、これはニコン色が好きな人にとってはね気になる色だと僕は思います、ね、あ、このカラーは終了しました、そうそう、このブルーがかったグレーがね、うん、これいい色だよね、うん、あれこっちにあったのは、あの色はもうないんだ、あの色は、あ、そうか、初期だったからね、そう、第一のナチュラルグレーね、うん、ミッドナイトグレー、そっか、これが一番人気ってことか、でもあれね、でも一番人気だったかどうかわからないよ、でも、まあ、でも可愛いね、うん、確かにちょっとなんかあれだね、落ち着いた感じだよ、こういうところちょっとに、なんていうのかな、うん、悩むね、どっちにしようか、うん、だからやっぱり ZF とか ZFC をね買った人はね、空張りはやっぱり意識してね、うん、こうね選択されてもね、やっぱ面白いよね、でも自分はブラック、あ、でもね、そのねそれはねもうね何を隠そう本当のこと言おうか、そもそもはね、ZF を、これがブラックかな、買うという前提の時はやっぱ可愛いね、うん、空張りが良かったんだけれどもね、やっぱりブラックにはブラックの革が一番飽きないかなと、うんうん、ZFC ブラック、うん、これかっこいいね、ブラックにブラック、ちっちゃい、やっぱり ZF をねいざね持ってみるとね、 ZFC のサイズってのはね魅力的だと思うよ、うん、そうね、これはもうぶっちゃけやっぱりこのサイズってのはね、これはこれでねすごくいいなっていうふうに、あえて ZF を持ってみて感じた、うん、はい、うん、確かに
まあ、ただまあ私はねいつもねあの SNS で言ってるようにフルサイズのセンサーで使えるというのがオールドレンズを使った時などに魅力なので、まあ、ZF がいいかなというふうに個人的にはね今思ってね、うん、あの ZFC は残念ながらちょっと今手放して手元にはないんですけどね、うん、まあ、でもなんかやっぱりこう両方使ってる人もいるぐらいで ZF と ZFC ね、そうそう使い分けてるって言ってた、そうそうそう、どこかにどこに出かけるかによって、そうそう、うん、だからやっぱりそういうのもいいよね。そうだからやっぱりね選べるようになったからねとてもね楽しいと思いますよ。うん、やっぱりフルサイズがいい人はあの ZF、ね、でも小型軽量でやっぱり、まあ、これだってさオールドレンズもつきますからね ZFC もね、うん、マウントアダプター で、うん、でそれであと空張りが豊富にあるので、そう小さくて軽くて安いからね、そうそういいと思う、とてもいい感じですね、うん、はい、はい、じゃそんなような感じですね。あとはねあのこう、うん、ね、うん、手元しかね映してはいけないんでね、やっぱりそうね、お客さんがちょっといるから、うん、そうそうそう、このキャンペーンの画面ちょっとはいはいはい、これね、これが本日の、うん、これはね、これ数量限定らしいので、ね、トートバッグもうあんまりねないのかもしれません。だからこのね動画公開してですね、まあなるべくねこれ気になる方はですね、うん、急いで、ニコンプラザ東京までね行ってください。はい、これが 40mmF2 ですね、ちょっとね影になっちゃうね、はい、でこれは 28mm2.8、 あ、ねえねえ、ほらほら26mm あったよ Z8、 あ、本当だ本当だ、キャンペーン、うん、CF エクスプレスメモリーカードプレゼントキャンペーン、ね、これはちょっと写して、これ今 Z8 買うんだったら絶対今がいいね、うん、そうそう、だって、ね、結構高いよあれ、いいやつだから 165GB のネクストレージでしょ、うん、そうそうそう、これこれこれ、このカードはうちに何枚かあるんですけど、あ、これはねうちにはないネクストレージじゃなくて、うちはあの、あ、違う、あれはね違った、ごめんなさい、そうそう、ネクストレージって私がすごい大量に買ったやつだ、そうそうそう、あの、そう前ね8個か10個か忘れたけど、うん、うちにあるのはサンイーストさん、あ、そうか、うん、もっと高級です、あ、でもね、あの、いや、でもネクストレージもネクストレージこれはね早いよ、これはねいいよ、あのリードがね1950ね、メガバイト毎秒、あ、うちにあるやつより早い、私が買ったやつより、それでライトがね1900ね、メガバイト毎秒、うん、本当だ、ちなみにあのこのネックストレージより遅い安いのを大量に持ってるんですけど、一回もエラーとかトラブルはなかったです、そうそう、あの書き込みとかはね あんまり早くないんだけど、すごい安定してるよね、うん、そんなだって早くないなんて気にならないわ、うん、これがそんな連射するわけでもないですからね、うん、キャンペーン期間中って書いてあるから3月ぐらいやったかな、ちょっとこれねあの調べてみないと、3月の、うん、そうだね、うん、まあ、これね Z8 をあの今買って、ニコンイメージングの会員になって登録すると、何会員になって登録、そんななんの、そうなの、そうだよ、ニコンダイレ、あ、ニコンね、あのイメージング の、うん、あのウェブの会員入って、それ有料なの、それはそうじゃない、無料無料、それにあの、ね、入って、うん、あの、うん、Z8 を登録して、うん、でメモリーカードをもらうっていうパターンだと思う、へ、うん、カラーバリも確かそうだからね、あ、そうなのね、うん、そうそうそう、まあ、Z6II ですねこれ ね、 ね Z6II、はい、活躍してます、ね、うちにも1台あるやります、ね、Z6III が出るのかどうか、ね、分かりませんけどね、うん、まあ、でもそろそろ順番的にね、まあ、出るのかもしれませんね、うん、うんうん、うん、あ、この 20mm の 1.8 がこれまたいいんだ、これがこれが、あ、これうちにあるやつ、そうそう、あのうちかわいいフードつけてるやつか、四角い、 あれはね 24mm なかなか覚えられないな24mm の 1.8、 あれ待って、建築で使ったのってどれだっけ、私がすごい建築で使ったのは 20mm の 1.8、 あ、これか、これめちゃくちゃ良かった、そうで、あとは 14mm の14から24の 2.8、うん、ね、ズームのやつね、うん、ね、それは良かったよね、でもなんかね、ちょっと社外品だけど、なんか最近 SNS で見たけど、うん、10ミリの 2.8 っていうフルサイズの超広角をね、うん、中国のメーカーが出したよ、へえ、だからニコンさんにもねぜひね Z で、ね、え、それってオートフォーカスなの、オートフォーカス Z マウント、まあ、だから実際性能は分かんないけど、ただまあフルサイズで超広角の10ミリっていうのはでかい、うん、ちょっと使ってみたいな、そうそうそう、だからやっぱり純正でもね14ミリを超えたのが欲しいね、14ミリじゃ狭いって思うことがたびたびあったもの、そうそうそう、気になる、そうなの、うん、いざという時の
遊び道具として、うんうん、であとちょっと持っときたい。であとちょっと最後にね、うん、つよぽんさんたちが使ってるね、うん、レンズで、うん、24mm の 1.7 っていうレンズがあるね。これね、これ富士壺、そう、これは ZFC につけっぱなしで楽しめるあの標準で。これ何持ってないの？これは持ってないよ。だって ZFC DX オン。あ、そうなんだ。そうそう、これはね、DX オン。軽。で実際。あ、マウントがプラスチックなのね。そう。これはまああの Z50 なんだけど、うん、ね、Z50 につけてもいいし、うん、ZFC につけてもいい。Z50 どうですか？あれ？これへこまないの？それはへっこむよ。へっこむのは。これこっちに完全回しちゃう。ああ、これなんかニコンから借りてない？これは僕は持ってた。で Z30 につけっぱなしで。あ、手放したんだ。そうそうそう。今ケイン、息子のケインが使ってます。あ、そっかそっか。そうなんです。それでね、あと最後にね、26mm の 2.8 を紹介して。これ Z50 ちっさ。うん。すごいね。Z50 はね、これね、あの一回ね。借りて使ったんだけどすごく良くて、それでうわこれ欲しいなって思ったらね、そしたら ZFC が出たから ZFC 買っちゃったの。そうなんだね。そうそう、だから Z50 はね、これ使ってみたらすごくね、あのグリップ感もね、とてもね、小型なんだけど握りやすいし、うん、いいんだよね、うん、そう、ちょっと上から、真上から、ね、でも手が大きい人だとここが余っちゃうかもね。私ここぴったりだよ。うん、そうそう、だからね、 Z50 をね使ってるね、女性ユーザーさんもね、街で結構ほんと見るからね、結構だからね、いいと思う、うん、これはだからね、2が出たらね、またいいよね。まあでもこのなんかさ、でも正直さ、うん、これって 何センサーっていうの、これについてある、これは DX センサー、 APS-C の、うん、違う、そうじゃなくて、うん、積層センサーじゃないっていう、あの普通のセンサーね、普通、うん、積層センサーじゃないセンサーが普通のセンサーって、だからなんかあんまり、それはね、あんまりそういったねことをね突っ込んでしまったら違うこういうね、小さいカメラでもね、積層センサーがね標準になる世の中になればいいなと思って。そうだね、だって全然悪いけど違うじゃない、うん、私正直この ZF とかでシャッター切ってみたんだけれども、ちょっと違いすぎて、あの Z8、Z9 レベルと、うん、ちょっとね、あれって思ったのね、うん、やっぱり Z8 とかのセンサーは素晴らしいので、うん、そうだね、うん、まあやっぱり、まあ、Z8、Z9 を使うとそれがね普通になれば、そうだ、そうなのよ、うん、だから Z6II とかだけを使ってミラーレスカメラを評価するのはもったいないよね、うん、で最近ちょっと思ってる。そうだね、うん、であと、まあ、この単焦点のパンフォーカー、あ、パンケーキね、パンフォーカスね、うん、そのパンケーキの、ね、26mm の 2.8 も、これもね実際良かったね、うん、まあ、でも今自分はこれは買ってないんですよね。でそれで、うん、あのね、28mm の 2.8 と 40mm の F2 を持っていてね、うん、それをあの ZF につけて使ってます、うんうん、でそれと最近ね、あの、うん、入手した、ね、ビルトロックスの 22mm の 2.8 ビルトロックスって、ここがね金属マウントなんですよね。そう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 、それがなんかね、あれいいなって思った。そうそう、うん、これプラスチックだからね、まあ、プラスチックでも強いプラスチックだから、うん、まあ、耐久性はね、まあ、全然使ってみて悪くはないんだけど、やっぱり安心感はアルミ合金だったりした方が、あの心情的にね、やっぱり金属の方がいいかな、なんか空気感あるね、うん、思ったりはする。もう咳我慢してるけど、うん、なんか息苦しいということで、じゃあ今日はですね、はい、あのニコンプラザ東京さんにお邪魔しまして、はい、ね、あのちょっと雑談になりましたけどもね、うん、今日はあの雨が降っていましたが、うん、ね、サービスセンターに用事があったので、はい、ね、今日は新宿までやってきました、はい、じゃあ皆さんね、いつもどうもありがとうございます。ありがとうございます、はい、でそしたらちょっと前景は撮れませんからね、あのお客さんの撮って、ね、ちょっとお客さんの撮っちゃう、はい、最後ニコンの看板を撮って、そうですね、あそこにあるよ、はい、ニコンプラザ東京、はい、ちょっとも小さい、遠いで、20mm だった、うん、遠いけどはい、はい、じゃあそれでは、じゃあ皆さん、ね、さよなら、ちょっとこう、うん、あ、ここに一覧表がある、うん、これを写して、じゃあさよならタイムにしようか、そうですね、はい、Z シリーズスペック一覧表、ね、
はい、これ全部ですね。9種類。結構多いね。うん、9種類ありますね。すごいね。あとまあもう一回じゃあ。OK だからいいってもんじゃないけどね。うん、あ、ちょっとそこがもう少ないした。なんかさ、バリエーションは少なくていいかもね。うん、でもっと突き詰めたやつを5種類ぐらいとかでいい気がするけど。そうね。やっぱりある程度機種を絞ってね、分かりやすくするっていうのもいいかもね。うん、あとコストがほら会社的に。うん。うん、まあ確かに、まあ、そんなようなことで、はい、そんなようなことでありがとうございます、はい、ね、ZF のキャンペーン、じゃあ最後あの鳥ちゃん撮って最後、はい、さようならにしましょう、はい、じゃあそれでは、はい、じゃあさようなら、はい、じゃあ皆さんさようなら、うさぎちゃんです、はい、はい。